試合どうですか。この世界が注目するその、まあ、ボクシングファンのみならずもう日本世界中がこう注目するこの一戦もう死闘が見れるんじゃないかなと思います。はい、はい、そしてもう先ほどから1時間2時間前からお越しになって食事が喉に通らないとおっしゃってます具志堅用子さんです。どうもどうも。いやもう今までねあれだけの世界戦を見てきましたけどこんなに緊張した世界戦でないですね。ね、はい。なんかすごい大きな結婚式に参列してるっていう気分ですよね。そうですね。ね、おそらく今日の試合ですね我々、まあ、僕はボクシングファンですけども一生心の中に残るような試合が演じられるんじゃないかと思います。そうですね、こういう試合が二度と見られないファイトするんじゃないですかね。おそらくボクシング史上の歴史に残るようなファイトになると思います。はい、そんな試合間もなくゴングです。我々も会場の中に入ってみたいと思います。間もなく始まります。この番組は人と自然と響き合うサントリー、ジョモ、三共株式会社、 SNK、 JR 東海、メガネスーパー、グンゼ、トヨタ自動車の提供でお送りします。おはようございます。大変ですね。大変ですね。大変だと思ったら手伝ってよ、たくも。缶コーヒーのボス、サントリーから。それでさ、なんだっけ、ほら、あるじゃん。こういう、ほら、こういう格好、あんじゃな、お前。缶コーヒーのボス、サントリーから。名古屋のレインボーホールはもう超満員です。私も試合開始3時間前に入ったんですけども、いろんな世界戦を見に行きましたけども、3時間前の状態で会場が満杯というのは私世界戦史上初めてじゃないかと思います。両陣営非常に緊張したムードでですね、5時前ぐらいに入ってまいりました。ではですね、控室の表示を見てみたいと思います。まずは辰吉陣営の控室、赤木アナウンサー。はい、なにわの城が再び世界の城に帰る時がやってきました。減量も順調、仕上がりは最高という辰吉。5時20分に昨日とは全く違う厳しい表情でこの控室に入ってきました。昨日は計量の後2回食事をとった辰吉選手、睡眠時間はおよそ6時間、いつも通りの朝を迎えました。今回磨きをかけた今まで日本人が打ったことのないというスペシャルコンビネーションがいつどんな形で炸裂するのか、ちょうど500日ぶりになる国内の試合に向け、この後1分間の精神集中、恒例の必勝の儀式に入ります。以上、辰吉選手の控室でした。はい、辰吉選手がですね、このホール入場した時ですね、普段の辰吉選手と全く違う表情で入ってきました。まあ、それに控えですね、薬師選手はカメラに向かってこう笑顔、ピースサインを振りまきながら、まあ、余裕と見えるんでしょうか、そういうリラックスしたムードで入ってまいりました。試合前の薬師選手の陣営控室はどうでしょうか。伊藤アナウンサー、お願いします。その時の表情とは打って変わって本当に真剣なものになっています。薬師チャンピオンにとってどうしても負けられない、そしてどうしても超えなければならないのがこの辰吉との一戦です。3年前その実力の差をまざまざと見せつけられたスパーリングの時とは大きく違った成長した姿を全国の皆さんに、そして何よりも辰吉丈一郎本人に見せつける時がついにやってきました。辰吉の顔を打ち抜く薬師寺必殺のフィニッシュブローは右のストレートです。赤井さんね、はい、東京から今日来たんですけど、東京でも薬師寺辰吉というのは分かれてますよね。そしてこの名古屋に来ても分かれてるんですよね。はい、すごい試合が期待できますけども。ただね、この名古屋開催になりまして、薬師寺選手の、やっぱりこう、まあ、プレッシャーじゃないし、自分に対するその期待のかかり方で、はい、頑張りというのはですね、非常にこうプラスになると思うんですよ。うん、だから実力以上のものを出してくれるんじゃないかなと、すごい壮絶な試合になるかなというふうに、想像します。はい、ではですね、まあ、両者のですね、プロフィールですけども、皆様今更という感じがあるかもしれませんけども、試合前改めてもう一度ご覧ください。 VTR でどうぞ。薬
シリア勢、1987年7月プロデビュー、昨年12月世界タイトル初挑戦でチャンピオンヨン・ジョンイルを判定で破り、名古屋から2人目の世界王者に輝いた。その後2度の防衛戦も KO で飾り、一戦ごとにたくましさを身につけてきた。辰吉有利の下馬評を得意の右ストレートで打ち破ることができるか。あんまりね、その KO とか狙うとあんまりいつもろくな試合にならんのでね、あの力入れずにね、1ラウンドからね行きたいですね。天才ボクサー辰吉丈一郎、プロデビューわずか8戦目でリチャードソンを TKO で破り世界チャンピオンに輝く。網膜劣行に続き、昨年は網膜剥離を患い引退の危機に追い込まれたが、リング復活に執念を燃やし、今年7月ハワイでスアレスを下し暫定チャンピオンに返り咲く。これがもう辰吉丈一郎というような試合を見せますので、まあ、どうか期待してください。日本人同士のチャンピオン対決、勝者はどちらだ。辰吉が勝つ、薬師が勝つ、いずれにしろ KO だということはですね、皆さんおっしゃってます。しかし僕個人的な、まあ、願いで言うと12ラウンド見たい。こんな試合は1分1秒でも長く見たいと思いますね。そして12ラウンド死闘を繰り広げた後、両者にですね、この1万人の人々がですね、本当の心を込めた拍手を送る、そんな感動的な試合を僕は期待したいと思います。あと十数分でそのゴングが鳴ります。コマーシャルとは実況席のですね、塩見アナウンサー、具志堅用高さん、井岡弘樹さんにですね、バトンタッチしたいと思います。では赤井さん、我々も場内に入りましょうか。はいはい、今度のカリーナは新しいディーン版エンジン。史上初めての日本人同士によりますチャンピオンと暫定チャンピオンの統一戦、まさに世紀の対決です。それでは放送席解説のお二方をご紹介しましょう。まず私のお隣です、元世界ジュニアフライ級チャンピオンの具志堅用高さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲスト解説としていたしまして、ストロー級ジュニアフライ級の2階級で世界チャンピオンになりました井岡弘樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。辰吉、薬師両選手の共通の友人ということで、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずお二人に簡単に予想一言ずつお願いいたします。そうですね、やっぱり僕はもう両者とね、両者のあの世紀の一戦というかね、はい、今日やっぱりもう待ちに待った試合じゃないかと私は思いますね。どっちが勝ちます？もうこれはもうゴングなるのを待つしかないですね。はい、井岡さんは？そうですね、あの僕もみんなに言われるんですけどね、ほんま五分五分と思いますね。はい、ほんまやってみなわからんっていうのが今日の試合は思います。さあ、それでは両者の体格を比較してまいりましょう。まず網膜剥離が治ったと言われる辰吉の左目は視力 0.6 で、まずは問題ないということです。そして身長では 8.6 センチ薬師寺が高い、リーチでは逆に7センチ辰吉が上回っています。このあたりはどうでしょうね、具志堅さん。あの身長はそんなに今回はあのそんなに差があの感じられないと思いますよ。はい、ただリーチの方がね、やっぱりあの、はい、辰吉君の方はやっぱり身長にしてはリーチが長いですね。そうですね、だからもう離れてよし、引いてよしじゃないかなと思いますね。はい、WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、まもなく選手入場です。課長の背中見るの好きなんです。やめろよ。しばらく見てていいですか。やめろよ。新しいオールド1980円。日本の生んだ天才ボクサーに神は幾多の試練を与えました。しかし彼は不屈の闘志でこれと戦い、さらに大きく成長して復活を果たしました。そうです、なにわの城が世界のリングに帰ってきました。ウェルカムバック、辰吉丈一郎。井岡弘樹さんの記録を抜き、デビューからわずか8戦でグレッグ・リチャードソンを破り世界チャンピオンになった辰吉丈一郎、その天才的なテクニックとリング上のパフォーマンス、
さらに明るいキャラクターで日本一の人気ボクサーになりました。今場内は暗転になっていますが、ものすごい盛り上がりようの名古屋市総合体育館レインボーホールです。しかし彼を突然襲いました左目の病気のために1年間のブランク、初防衛戦となりました。ダバナンス戦では9回 TKO を負けたら引退と言っていた辰吉ですが、負けた悔しさをバネにその1年後見事にダバナレスに雪辱を果たしました。ところがその勝利の代償として今度は左目網膜剥離になってしまいました。日本では網膜剥離になったボクサーは引退しなければなりません。一旦は引退も考えた辰吉けれども、やっぱり自分にはボクシングしかない、そう思い直し進歩した現代の医学にかけてみました。 WBC に目が治ったことを認められ、今年7月2日ハワイで再起戦を飾った辰吉に、8月それまで辰吉の復帰を認めなかった日本ボクシングコミッションもついに復帰を許可。辰吉丈一郎、実に昨年の7月22日以来ちょうど500日ぶりに国内のリングに戻ってまいりました。ものすごい歓声です。レインボーホール、掴んだチャンスは逃がさない。1年前静かにつぶやいた青年は夢を実現し、戦うたびに力をつけ自信を深めてきました。今日も最良のパートナーマックとのコンビは健在です。薬師寺安江が軽やかなステップで今舞台に登場だ。4戦までの成績が2勝2敗、攻められるとすぐに下がってしまうボクシングでチキンハート、臆病者とも言われました。その時点では薬師寺が世界チャンピオンどころか日本チャンピオンになるとも思われていませんでした。プロ入り2年目からようやく才能が花開き、7戦目から9連続 KO 勝ちで一気に日本チャンピオンになりましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。4年半前北海道で地元のホープ米坂選手と対戦、10ラウンド KO 勝ちしたものの、その4日後米坂選手は帰らぬ人となりました。一時はボクシングをやめようとまで悩んだ薬師寺でしたが、チャンピオンになりたかった米坂選手の分まで頑張ろうと決意、再びリングに戻ってまいりました。そして3年前に日系2世の名トレーナーマック栗原とコンビを組みました。それまでストレートのワンツー以外にこれといったパンチを打てなかった薬師寺はマック栗原の下で着実に成長、昨年12月23日辰吉の代役といった形で得た世界タイトル初挑戦でチャンピオンのビョンジュン入りを判定で下し、見事に世界チャンピオンになりました。初防衛ではメキシコのホスミノスターレスを10ラウンド KO、 リターン待ちとなったビョンコの試合も11ラウンド TKO 勝ち、乗りに乗っている薬師寺安江です。辰吉が先に上がって、そして薬師寺のダンスを見てやると言っておりましたが、そのリクエスト通り踊っています。薬師寺安江です。WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、まもなくゴングです。萩原健一の和久井恵美のうまいんだなこれが総集編。うまいんだなこれが引き裂くゼク。うまいんだなこれが。いらっしゃい。あ、お父さん。うまいんだなこれが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 。うまいんだな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 これが。うまいんだなこれが。麦だけで作ったうまさ、サントリーモルツ。ようこそ。会場の皆様にはご起立のご協力をいただきまして、日の丸をご注目くださいませ。それでは君がよ。
とうございました。どうぞご着席くださいませ。これよりリング上では日本ボクシングコミッション小坂誠コミッショナーによるコミッショナー宣言が行われます。コミッショナー宣言、ただいまから行われます。 WBC 世界バンタム級チャンピオン薬師寺康英対暫定チャンピオン辰吉丈一郎の12回戦は昨日午後6時規定通り厳重なる身体検査と計量を行い、その結果幸いに両選手ともに全て。それではルールをご説明しましょう。この試合は10点5です。わずかな差でもなるべくどちらかに振り分けることになっています。フリーノックダウン制、1ラウンド中何度ダウンしてもノックアウトということにはなりません。最終ラウンド以外はゴングに救われません。偶然のバッティングは3ラウンドまでは引き分け、そして4ラウンド以降は採点ということになります。さあこれから両選手がコールされます。少し静まった本日の名古屋市総合体育館レインボーホールです。ダブル WBC 世界バンタム級統一王座決定戦12回戦を行います。赤コーナー、 WBC 世界バンタム級チャンピオン117パウンド4分の3松田ジム所属薬師寺康英。青コーナー WBC 世界バンタム級暫定チャンピオン117パウンド2分の1大阪テイケンジム所属辰吉丈一郎。ジャッジをご紹介しましょう。まずカロール・カステラーのアメリカ女性ジャッジです。そして日本人同士のタイトルマッチということで2人の日本人ジャッジ、浦谷信明、そして森田健、2人とも中立祭の東京からやってまいりました。レフリーはリチャード・スティール、アメリカ。世界戦は105回目2度の松吉生まれ戦のレフリーも務め、日本でもおなじみです。具志堅さん、はい、ものすごい盛り上がりようです。そうですね、私こういう世界戦はまず見たことないですね。本当にもう日本のねボクシング史上初めてじゃないですかね、この世界戦は、はい、名古屋でやるからどちらの歓声が多いかと思いましたが、辰吉の歓声もものすごく多かった。そうですね、で五分と五分という感じでした。名古屋は決して敵地ではないと言っていた辰吉の言葉嘘ではありませんでした。まもなくゴングです。しっかりと確認を取ります。チールレフリー、ゴンが鳴りました。世紀の対戦のゴンが鳴りました。この第一ラウンド、多くのボクシングファンがどんな立ち上がりになるんだろうかと、もうそれこそ何回も何十回も夢見たことでしょう。辰吉が出てくる思ったんですけどね、ね、見てますよね。そうですね、歩かわせただけでした。しかしゴングになったばかりな、ゴングになったばかりなんですけど、はい、辰吉君の立ち上がりはいいですね。いいですか、はい、このやっぱりもうリズムを取ってますね、自分でね。具志堅さん、昨日の計量ではちょっとその辰吉選手の表情とか、心配されていたんですが、はい、今どうですか。いや、やっぱ顔色もいいしね、はい、はい、何してもやっぱりリズムがいいですね、はいはい、逆にやっぱりチャンピオン薬師寺の方は硬いですね、硬い、はい、この1ラウンドは硬いですね、はい、辰吉1分間見ました。薬師寺ブロックしています。
いやー、やっぱり入ってきますね。ミノストレートを振りました。薬師寺勝吉はやっぱり入ってきますね。もうお互いのパンチはまだ当たってないんですが、それでも大きな歓声です。左のジャブをかわします。出ましたね、辰吉のあのパフォーマンスが。パフォーマンス、サイドから攻めると言っておりました辰吉。そして薬師寺のパンチ当たることはない、俺が打って打って打つだけなんだと言っておりました。井岡さん、はい、薬師寺にとってはあの左のジャブ当てることですね。そうですね、あのジャブが鍵にくると思うんですけどね、今のところ薬師寺も辰吉のパンチを見てますからね、お互い五分と五分ですね。いい感じですね。これ何年前ですか、やっぱり辰吉君のスパーリングパートナーをしていたって3年前ですね。3年前ですね。この時はもう全く問題にならなかったんですね、実力が。そうだしね、ちょうどあの世界戦を前にした辰吉、まあ、非常にいい状態だった時ですね。そうですね、薬師寺は6月に日本チャンピオンになって、そして8月にこの2人が3年前の8月にスパーリングを行いました。お、左のストレートを当てました薬師寺。しかしチャンピオンの薬師寺、はい、左いいですね。左がいいですか、はい、左が一つポイントになるのではないかと思いました。左が当たった。薬師寺の左のストレート当たりました。それとよく相手見てますね、落ち着いてますね薬師寺。相手のパンチよく見てますよね、はい、ここまで232ラウンドのスパーリングをこなしてまいりました薬師寺康生。とにかくスパーリング、スパーリングでやってまいりました。一方の辰吉は62ラウンドのスパーリングでした。ここでゴング、第1ラウンドが終了しました。おはようございます。大変ですね。大変ですね。大変だと思ったら手伝ってよ、たくも。缶コーヒーのボス、サントリーから。それでさ、なんだっけ、ほら、あるじゃん、こういう、ほら、こういう格好、あんじゃな、お前。缶コーヒーのボス、サントリーから。第一ラウンドは、静かな立ち上がりでした、具志堅さん。もっとね、タスシが出てくるかなと思いましたね。塩見さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですかね。第1ラウンドのマックからの指示は、鼻を狙え、目を狙え、はい、下がるな、相手のペースにはまるな、挑発に乗るなということでした。とにかくファーストに行け、ジャブを使え、鼻を狙え、目を狙えです。はい、お、今日のリポーターはまずチャンピオンサイドの薬師寺の方は CBC の伊藤敦樹アナウンサー、そして青コーナー辰吉サイドはNBS 毎日放送の赤木誠アナウンサーです。井岡さん、薬師寺は落ち着いてますね、はい、そうですね、辰吉がもっと出てくると思ったんですよね、僕の予想では、はい、でも薬師寺が相手のパンチよく見てますからね。右を打っていきました辰吉。ただこれは島田トレーナーが、辰吉の島田トレーナーが漏らしていたんですが、はい、辰吉は第1ラウンドは行かないと、2ラウンドぐらいから行くんだと、早ければ3ラウンドだと言っておりました。左のジャブが当たります。辰吉これは勝負かけてますよ、辰吉君は。辰吉もう勝負ですか、はい、もう入っていってますね。辰吉の表情が第1ラウンドからちょっと変わりました。右のストレート、おおっと、薬師のパンチも当たりました。しかし私心配されるのはですね、辰吉君のですね、このガード、辰吉のガード左を下げてるんですね、もう両手下げてるね、これ怖いね本当に、はい、この方が本人は打ちやすいということなんですけどね。これやっぱり打ちやすいという一つはですね、目にね、はい、やっぱり邪魔になると思うんですよ。左目がガードを上げたらですね、2回痛めてますからね、辰吉の場合はガードをしたらですね、その感覚がつかめないと思いますね。ちょっと辰吉が硬いような感じしますね。辰吉の動きがちょっと硬くなりましたか、はい、薬師寺のジャブがちょっと当たり出しましたよね、まあ、どちらにしてもあの左ジャブを当てていった試合が2人ともこう共通しているんですが、いい試合になってるんですね。辰吉のパンチがあります。
両者ともあれですね、リング入ります。辰吉反撃です。両者とも顔がちょっと明るんでますね。早い回に決まるのではないかという予想もあります。おこの試合世紀の対決、日本人初のチャンピオンと暫定チャンピオンの争いです。最高の試合してますね、ミドボディ、辰吉は接近性になったら強いですよね。おーと押し倒しました。ゴング釣れた、薬師に。もう時間がない。ここでゴング、第2ラウンドが終了しました。こんにちは。いらっしゃい。毎日うちのお昼じゃ飽きちゃうでしょう。弁当だけじゃないから。恋は遠い日の花火ではない。オールドイズニュー、新しいオールド1980円。2分を過ぎてから辰吉のパンチが当たるようになってまいりました。具志堅さん、ちょっとペースをつかみかけているというふうに見ていいんですか。そうですね、お互いもう1ラウンド終わったらですね、もう選手の手で緊張の中から生まれてですね、それで判断をしてよし行くぞっていう感じですね、はい、放送席塩見さん、はい、青コーナーです。辰吉サイドは第1ラウンド、大久保トレーナーあたりがスピードが違うんだと、さあ行こうかという早くも掛け声出たんですが、第2ラウンドになりますとね、もっと頭を振れ、リズムを取れという声がかなり多くなりました、はい、吉井会長は辰吉の動き自体は硬さもないし順調だということです。あーそうですか、赤木アナウンサーのレポートでした。塩見さん、はい、一方チャンピオンサイドですかね、相変わらず目を狙え、そしてジャブを出せ、はい、下から突き上げろ、ロックのリズムで打てと言っています。そしてあと3ラウンドで決められると言ってますね。ああそうですか、あと3ラウンドで、ということは5ラウンド。伊藤アナウンサーのレポートでした。ミノボディ左、ミノボディ寄ってから返すの左でした。薬師寺、しかし具志堅さん、はい、薬師寺やっぱり強くなってますね。そうですね、それは2度防衛しているというやっぱ自信がありますね、それとやはりマックトレーナーのですね、やっぱりワンツーマンですか、はい、アドバイスをよく聞くというかね、それにやっぱり違うなと思いますね。目と鼻を狙えというアドバイスですね。日本ボクシングコミッションから特例として次は認められました辰吉丈一郎、負ければ引退。あっ、クロープに攻めた、ちょっとこれは効いたか、なんかボディでしたね、ヒットしましたね、辰吉君の一瞬相手にもたれかかりました。左のジャブ、左のジャブで立て直していきます。薬師寺、ジャブがいいですよね、薬師寺はね、はい、辰吉は、はい、辰吉はロープに詰めたと思ってます。あ、ミノック逆に打ち返す薬師寺。もう私はただ心配されるのはですね、あ、ミノボディ、辰吉君の目がですね、はい、後半にどのように響くかってことなんですけどね、だからやっぱり距離感を掴むっていうのは怖いですね。辰吉の場合は負ければもう引退、そして勝っても目に異常が出れば引退と、打たせないで打って勝つことが義務付けられています。そして右が当たりました。もう負けたら引退ですから、もうこの一戦にかけないといけないと思いますね、アッパーです。薬師のアッパー、これはしかしブロックしています薬師寺。ゴンが鳴りました。第3ラウンド終了です。薬
辰吉、この前のラウンドはこのボディもありまして、前半は辰吉が有利に攻めていました。しかしこの右ストレート、この右ストレートですね、左のジャンプも当たってますね。今のヒットしてる数は薬師寺が多いかなっていう感じしますけど、どうしてもやっぱり入りづらいみたいですね。もっともっとやっぱ懐に入ってですね、辰吉はもうこれまで日本人がやったこともないようなミラクルコンビネーションを見せるというふうにも言っておりました。そして30連発も見せるというふうに言っておりました。それがいつ出るのか。右左、もっと体振った方がいいですね。辰吉君は、辰吉はもっとサイドから行くべきですか、はい、もっと正面に行きすぎるですね、左が入った。しかし逆に打ち返されました辰吉。この戦い方やったら薬師寺の方が有利と思うんですけどね。そうですか、はい、辰吉はもっと接近したら有利や思うんですよね。接近戦では辰吉と言われています。あまりにもちょっとパンチね、ジャブがもらいすぎる、怖いですね。辰吉ちょっと右の目が腫れてる感じがいたします。さあロープ2だ。目は切れてるのはあれだな。辰吉目は切れてますか。いや、チャンピオンが切れてる。チャンピオンの方が、薬師寺の方が、今いいのもらいましたよ。チャンピオン辰吉の右ストレートもらいましたよ。右ストレートが当たりました、はい、ちょっと交代の薬師寺、もう一瞬たりとも目が離せません。あ、右の目はちょっと赤くなってますね。薬師寺は反撃です。辰吉ですね。辰吉やっぱり出ましたね。出ていきます。ここはクリンチ、なんとか逃れようというところ。今のボディ右ストレート、今のすごいです。わあ、すごい。あーっと投げ倒した辰吉、投げ倒しました。しかしここはクリーンに行きます。アッパーが当たる、そしてストレートが当たりました。辰吉も強い、そして薬師寺も強い、ね、いい試合になりましたよね。チャンピオン同士の一戦、世紀の対決。アッパー、そしてフック、ミナッパーから左の返しとフックでした。さらにストレート、ワンツー。辰吉の右のストレートもいいですね。右のストレート、はい、逆に左のストレート打ち返した。壮絶な打ち合いになっています。チャンピオン辰吉ちょっと左の目が腫れましたね。左の目の方が、はい、そうですか、痛めている左の目、辰吉その目が心配です。だけどコーナーに攻める、アンコーナーに攻めていく、これが辰吉の攻めですね。ご覧になった辰吉は強いですね、はい、ロープへ詰めていくね。ただしかし薬師寺もうまくブロックしてますよ。それがやっぱり落ち着いているっていう証拠ですかね、はい。ゴングが鳴りました。第4ラウンド終了です。この放送席のすぐ後ろには島田紳助さんと赤井秀和さんもお越しいただきました。紳助さん、はい、いかがですか。もうラスト30もう息止めて見てる状態ですね、素晴らしいです、はいはい、赤井さん、はい、噂に高まる素晴らしい勝負じゃないですか。そうですね、いかがですか。もうこれはどれ当たっても倒れるパンチを打ちますから、お互い、これはどうなるか分かりません、はいはい、第5ラウンドが始まりました。放送席塩見さん、はい、アンコーナーですが、はい、今大久保トレーナーからこの回ゴーの指令が出ました。ゴーの指令、それに辰吉選手が言ってもいいんですかっていう答えが返ってきました。あ、そうですか。辰吉陣営はとにかく5回から8回のうちに倒すんだと言っておりました。塩見さん、はい、伊藤さん、コーナーですがね、もう辰吉の左目は見えていないはずだと、かなり腫れているはずだと、狙い狙い左を狙い、そしてトゥージャブストレート、はい、内に入ったアッパーという指示が飛んでいますね。もう最初からボルテージが上がりっぱなしのこの世紀の対決、行ってもいいんですかと言った辰吉の今右当たりました。右入りましたね。いいの持ってますね、辰吉の。いや、これ本当にこの回何か起こる予感がしますか。そうですね、何か起こりそうですね。これどうしかったらやっぱりもう本当にもう、倒しにかかってきますね、はい。
しかしこれはダッキング、辰吉選手の両目腫れてますね。このボディはブロック、あーと右のストレート、角度がありました。さらにフック、しかし打ち返した辰吉。この辺りは両者ともものすごい根性です。井岡さん、この意地と意地のぶつかり合い、はい、そうですね、すごいですね。ね、すごい、もうお互い意地と意地ですから ね、 ね、いいコンディションですよね、お互いが。またさあ、ローテに座る、ここから30連発か、辰吉、あ、しかし体を入れ替えた、ヤクシー。やはりロープに詰めた時は強いですね、辰吉君はね。左のジャブ当てていきます。こういうやっぱりリングの真ん中に来た時にですね、おーっと切り返しの右ジャブもらいますね。これまで見せたことのないようなヤクシーの動き。お互い相打ちのパンチが続きます。左目がちょっと怖いですね、辰吉の。はい、はい、どうしてもやっぱり 右からの右を食いますんでね、右からはちょっと見えないみたいですね。あと右、右ストレート、辰吉逆に打ち返す、また入れ替えます、ロープに詰める、ここからが辰吉。ゴングが鳴りました。第5ラウンド終了です。それでも薬師寺も打ち返してますね。この辺りは随分具志堅さん研究の跡が見えませんか。そうですね、右のストレートを打ってくるところブロックですね、このブロックは相当これ練習積んだようなんですよ。そうですね、これどうしてかというとね、辰吉君のですね、右のストレートが速いんですね、これも薬師寺よりはやっぱ速いですね、パンチのこのスピードっていうのは。右のストレートはちょっと相手に見えないそうです。しかし一方の薬師寺の右のストレートもちょっとタイミングがずれまして、相手にとっては非常にやりづらいということです。6ラウンドまで来ました。放送席、塩見さん。はい、赤木さん。青コーナーです。辰吉選手の左目かなり腫れてますけどね、陣営はね全然問題ないと、あ、そうです、大したことないという話をしてました。それと吉井会長に薬師選手やりますねっていうふうに声かけたんですが、いや、まだそこまでは行ってないでしょうと余裕の答え返ってきました。あ、そうですか。しかし辰吉君は試合数はね、少ないんですけど、はい、戦いぶり、はい、これは本当にもう50戦ぐらいしてる戦いぶりですね。ここから連打。塩見さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイド、マックトレーナーの声が次第に大きくなりました。ロックだ、ロックのリズムで打っていけ、ワンステップ、はい、もう一歩前に踏み込むと言っていますね、はい、さあロープに詰めている、フック、右のストレート、ボディで返す。しかし辰吉君のファイト、素晴らしいね、感動されるものがありますね、本当にやりさあ、この左は効いたのか、効いていないのか。辰吉君はロープに攻める、打たれても強いですね、過去バンタム級で日本人の世界チャンピオンは4人、そのうちの2人が戦っています。あそこにロープに詰めたら強いですね、辰吉はね、かなりしかし辰吉はやりたいと思うんですけどね、左目がちょっと塞がりかけているような状態です。もうこういうファイトしたらですね、私も誰もう本当に、もうどっちかがチャンピオンになってもいいって感じしますね、これ試合前の予想は本当に辰吉が勝つっていうのがやっぱり8割ぐらいだったですからね。そうですね、辰吉有利の下馬評でした。しかし薬師寺はもう本当に自信があるというふうに言っておりました。塩見さん、辰吉の左目切れてますね。そうですね、さあ後線出るか、薬師寺後線出るか、辰吉耐えられるか、左目が切れています、左目の上が消えています、打ち返す辰吉。
りは波のボクサーではありません。辰吉丈一郎、さすがに日本一の人気者。ゴンが鳴りました。このラウンド終了です。赤コーナーの薬師寺、両目の上をどうやらカットしているような感じなんですが、もうね、あの左目はまず見えないと思います、薬師寺のですね、はい、塩見さん、はい、一方赤コーナーチャンピオンサイドですが、もうここまで来たらやるしかない、ミスターチャンピオン、お前がチャンピオンなんだ、やす、行け、マックの悲痛な叫びが聞こえてきます。はい、辰吉は右ストレートが見にくいでしょうね、薬師寺の、左目が塞がってますからね。今の連打効いてますね、ヒットしましたね、打っていきます、辰吉のこの最後の攻撃はいいですね。ガードを固める薬師寺、最後の気力を振り絞って、もう残る力の全てを振り絞って辰吉が打っていく。ちょっともつれている両者、お互いを高め合っているというこの両者の対戦です。右当たった、左当たりました、辰吉薬師の右のストレートが当たった。残りあと20秒、判定になるのか、あと15秒、あと10秒です、あと10秒です、そして固く抱き合った両者。いやー、もう本当に辰吉君、もう本当に辰吉君もご苦労さ、ここまでもう僕はファイトすると思わなかった。試合前はお互いがお互いに攻撃をしているという感じだったんですが、しかし最後はリング上で抱き合いました。もう友達になったっていうかね、もうこれがスポーツですね。え、井岡さん、この姿がしかし、はい、見たかったというようなものでしょう、はい、うね、あの僕も予想がほんまつけにくかったんですけどね、12ラウンド見れてほんまに良かったです。しかしこれは判定が非常に微妙になります。どういう判定になるでしょうか。勝利を、自分の勝利をアピールしている薬師寺、辰吉は本当に自分の力を出し切りました。判定は一体どっちになるんでしょう。辰吉勝吉のあれかな、どっちになるでしょうか、もう勝吉がどうでしょうね。まだ判定が出ませんけれども、両者ともに視力を振り絞りました。12ラウンドだけど、これはね、もう採点も割れると思うんですけどね。採点これ本当難しいですよ。どっちが勝ったとか、まあ、日本のジャッジが2人ですね、女性ジャッジが1人ですか、ね、はい、アメリカの女性ジャッジが1人、ね、最低もちょっとやっぱり、難しい面もあると思いますね、はい、ジャッジはカロール・カステラーのアメリカ、そして日本の浦谷信明、森田健。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジカロール・カステラーの116-112、薬師寺。ジャッジ森田、114-114。ジャッジ浦谷、115-114、薬師寺。薬師寺です。薬師寺が勝ちました。しかも判定で勝ちました。3度目の防衛成功です。WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、2-0ですか、世紀の対決、2対0、2対0、1人はドローでした。
2対0で薬師の判定勝ちです。勝ちましたチャンピオン薬師には保坂誠コミッショナーより認定証が薬師には勝ちました。集計が今入りました、アメリカのカステラーノが薬師116そして辰吉112そして、浦谷が115対114で薬師寺そして森田が114対114 2対0で薬師寺が勝ちました。しかしどっちが勝ったとか負けたとかそんなことはあまり言いたくない。そうです、言いたくない素晴らしい一戦でした。薬師寺康平殿、あなたは1994年12月4日愛知県において辰吉丈一郎と WBC バッタル級タイトルマッチ、本当にどちらが勝つか分からなかったこの対戦、12ラウンドフルに戦いました両者。薬師寺が何かこうグッとこらえている感じがあります。薬師寺もやっぱり力つきましたね。続きまして勝利者トロフィーが中部日本放送株式会社業務取締役佐橋義彦様より薬師選手に贈られます。CBC の佐橋常務から勝利者トロフィーが薬師に贈られました。続きまして松の王座決定戦王座統一戦後援会長宇佐美紀夫様より贈られます。辰吉がファンに一礼してリングから去っていきます。続きまして同じく松田ボクシングジム相談役 寺倉二郎様より同じく勝利者トロフィーが贈られます。爽やかにリングを後にしました辰吉丈一郎。これで引退というのはあまりにも惜しい感じもいたします。放送席、チャンピオン薬師寺康平選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。いい男は台無しですね。薬師寺さん、すごい試合でしたね。いや、辰吉君の方もね、すごいファイトで来てたんで、もう気合だけではね、絶対負けれないっていうことで、はい、あの左目が腫れた辰吉さんの顔を、はい、いつまでも殴り続けました。はい、あの時の気分は。いや、もう戦うだけで精一杯でした。はい、そしてこれで暫定でもない本当の真のチャンピオンがただ一人になりましたね。はい、これでね、皆さんにチャンピオンと本当これで認めてもらえると思うと嬉しいです。はい、世紀の一戦、この歴史的な瞬間を皆さん証人のようにじっと見守ってくださいました。皆さんに一言お願いします。そうですね、名古屋の皆さんも本当にありがとうございます。でも大阪からね、わざわざ来てもらった人も本当に辰吉君応援来たと思うんですけど、辰吉君、今まで僕が26戦やった中でね、もう一番強い相手だったんで、もう本当に今日勝てたのはね、これはただの運でね、どっちが勝ってもおかしくない試合だと思いました。はい、ありがとうございました。チャンピオン薬師寺康平選手でした。勝ちました薬師寺選手には、お米1年分が贈られます。いや、本当ね、赤井さん、はい、感動でしたね。いや、感動ですね。いや、本当は今ね、横で見てきてこのスタジオに入ってきたんですけど、本当に感動しましたね。もう負けても辰吉陽一郎はやっぱり素晴らしかったし、そして彼らのほっと二人のファイト、はい、僕薬師寺選手いろんなことを教えられました、はい、ね、なんかどんくさいボクサーじゃないですか、そんなに才能のない、それは彼がこの3年間ね、やっぱ辰吉スパリングボコボコにやられてから基本同じこと、もう同じことばっかり繰り返してきたという。努力の選手ですね。努力ですよね。だからそのこうロープに追い込まれて、ボクシングショーいっぱい見てきましたけども、コーナー追い込まれた、普通基本で言うと赤井さん左へ回るっていうのは基本ですよね。それを左へ回らずに前に打ちながら前に出ていく、本当魂のぶつかり合いという試合でしたね。いや、僕はね、辰吉のガッツ素晴らしかったと思います。僕の採点で見てましたらですね、1,2,4,5,6,12と辰吉が取ってまして、ドローになってたんですけどね、やっぱりそのジャッジの見方によっていろいろ違うんでしょうなと思いました、ね。でも井岡さん、今こちらに来られたんですけども、本当にね、もう綺麗な言葉で喋れませんね。そうですね、ほんまに自分でも勉強になったしね、ほんま二人にほんまに新助さん言ってた通り拍手を送りたいですね。ほんまに本当に素晴らしい試合ですよ。なんかね、ボクシングうちだね、そのなんていう技術や何でもないと、もう世界のトップ行けやもう一緒やと、力の強さはもうそこからなんか魂の男同士の魂のぶつかり合い、意地のぶつかり合いっていうのをすごい感じましたよね。井岡さん、本当明日から練習して、はい、明日から励みます。いや、本当にね、はい、もうなんか
練習中のただサンドバッグなくてシャドウするだけ練習はないなみたいな、なんか本当にもっと違う心の部分を鍛えないかんないかなっていうのを、なんか我々の他の仕事の人間までもなんか今日は感じましたよね、はい、素晴らしい試合、もうこれはもう世界のボクシング史上に残るような大戦やったんですね。そうですよね、今ボクシングが下火とかいろんなこと言われてますけども、これを見てやっぱもう一度なんかの J リーグばかりに行かずにですね、ボクシング注目にもっぺん注目してなんかなんか始めてもらいたいって、はい、そんな気持ちですよね。伊藤さん、はい、今日は本当になんか体にいっぱいいろんなものを吸収したんじゃないですか。そうですね、もうやる気が出ましたね、うん、僕も明日の朝からまた走らなあかんよ気持ちに、綺麗な気持ちになりました、そして伊藤さん、この、はい、こんな試合をね、ボクシングファンに見せてください、はい、するとね、もうやっぱり、ね、僕は久しぶりですね、勝ったもの負けたものにこんなに1万人の拍手が起こったの、はい、そして辰吉君がその薬師選手を抱き上げたあの姿、本当の姿だと思います、ね、本当にもういろんなボクシングの試合見てきましたけども、こんなに感動的でこんなに素晴らしい試合、そして12ラウンドもうだれる場面が1秒もなく戦いでしたよね、はい、素晴らしいですね、僕見てまして、ね、もう中継されてもすごかったでしょ、自分でもう本当に力が入って、最後はどう言っていいかわからなかったんですけれども、どちらにも倒れてほしくないと、そうそれだけだったですね、ね、本当に本当に天野さんに言うとこれですよね、なんか本当に、ね、目頭が熱くなってしまいましてね、なんかもう12ラウンドの始まったぐらいから2人にありがとうという気持ちでね、本当にいい試合見せてくれてありがとうと、お互いがお互いを高め合った素晴らしい試合ですね、これは、はい、本当に今日ボクシングを初めてご覧になった方、そしてボクシングに興味のない方も今日見られたかもしれませんが、今日は全くボクシングに興味のない方までですね、心の中大きく揺れ動いたと思います、ボクシングというのはこういうものです、これがボクシングというものです、はい、今薬師選手がこちらの方に来られたんですけども、中継の方がもうあと10秒で終わってます、本当に素晴らしい試合ありがとう、素晴らしいメッセージありがとう、本当にありがとうございました、本当に素晴らしかった、本当に素晴らしかった、全国のボクシングファンの皆さん、本当にありがとうございました。